皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい、ということで本日ですね、ご紹介するチャンネルはこちら、石井隆さんの人生は変えられるというチャンネルなんですね。この石井隆さんという方はですね、累計200万部を超える、ベストセラー作家ということで、累計のですね、出されている本の数は84冊というふうに、調べています。こちらがですね、Amazon のこの石井隆さんの著者ページの本の一覧なんですけども、多くはですね、1分間シリーズというものが非常にたくさんありまして、1分間勉強法に始まり、1分間勉強法高校受験編とか、古文文法ですとか、あとは旧世紀学ですとか、集中法とかね、この1分間〇〇っていうシリーズの本が非常に多いです。そしてどれも、本当に、なんていうんですかね、わかりやすい切り口で、そして読みやすい切り口で、そして専門性に富んでいるという感じで、本当にこう人気の、著者さんなんですね。ビジネス書作家さんでいらっしゃいます。で、実際ですね、私も YouTube を通じて、前々から石井隆さんのことを知ってたんですけども、本格的にこう知るようになって興味を持ち始めたのは、正直この YouTube チャンネルを見つけた時からでして、本当にここ最近ですね、急激にチャンネル登録者が伸びているっていうチャンネルになります。でこちらが今ホーム画面なんですが、動画一覧に切り替えますと、昔からですね、上げていらっしゃる、YouTube の動画をたくさん上げていらっしゃるんですけども、残念ながら昔の動画はそこまでこう、バズったりはしていませんで、最近はですね、地震の予測ですとか、もしくはコロナの情報が、多くなってまして、その情報の露出がこう、増えることで、チャンネル登録者が増え、そして、過去の動画も再生されているっていう事例になります。で、チャンネルのですね、そういった経緯っていうのは、私の憶測の域を超えないのであれなんですけども、内容がですね、本当に素晴らしい内容です。なかなかこの情報を自分でこう探しに行こうと思ってもですね、きっかけもないし、道筋もないしというところなんですけども、この石井隆さんの情報収集能力というかね、そういったネットワークから、本当に今必要な情報を発信されてくれて、してくれています。例えば、最近ですとね、この動画を撮影している現時点では、インドのアビギャ君の予言というものがすごくユニークで、去年2019年の8月にですね、予言した動画が今の状況をピタリと当てているという、そういった動画があるんですけども、この内容も素晴らしく面白いですし、あとは、煽るという意味ではなくて、本当に健全にですね、危機意識を持つための地震の予測動画ですとか、そういったものも多いです。あと個人的にはですね、今後のコロナの、アフターコロナと言われる世界の情報、例えばビーチと言われるですね、この中で言いますと、これですね、ビーチと言われる、業界の頭文字を取った言葉があるんですけども、このビーチという業界は非常にこれから先行きが厳しいというふうにアメリカで言われているというものがあるんですね。B は、ブッキング。で、E はですね、E は何だったかな、エンターテイメントですね。で、A はエアライン。C はクルーズとカジノ。H はホテルという。このビーチという業界はかなり厳しいですよということを言われているんですけども、じゃあ実際に日本ではどういうぐらい影響があるのかということをですね、エビデンスを交えてご紹介してくれてたりします。非常に勉強になりますし、本当に最先端の情報じゃないかなというふうに感じます。それ以外にでも、ですね、普遍的な情報としては、何か法則の話ですとか、書評の、本の、書評動画ですとか、あとは、時事ネタに関する考察。そういったですね、本当にバラエティに富んだ情報を発信されていて、本当にこう、日々日々追いかけていくと、本当にそれだけでも物知りになるというか、非常にそのビジネスにも人生にも役立つなというふうに感じます。はい。本当にこの石井隆さんの普段考えていることが垣間見れる、そして情報リソースからこう集めてきた、そしてそれを石井さんの切り口でこう解釈して、フィルターを通して発信されている情報というのは、本当に価値があるなと思います。これの情報を無料で発信してくれていることに、本当に頭が下がるなという思いなので、ぜひですね、まだ知らないなっていう方はご覧になっていただけたらいいかなと思います。動画のリズムも大変にテンポよく、リズムからですし、この YouTube をやられている動機もですね、チャンネル登録者を増やして広告収入が入ればいいとか、自分のビジネスが、につながればいいってことを明確にお話しされていますので、すごくこう、あざとさがなく、こう素直な
印象がありますので、まあ、そこもですね、踏まえてご覧いただけると、非常にこうビジネスライクな視点でも学びがあるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は石井隆さんのチャンネルをご紹介させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。